ロイドご飯の時間が来ました。イエイイエイ。はい、今回はですね、静岡県修善寺までやってきました。はい、修善寺よ。はい、修善寺といえば、ね、3人で何回か行ったのお蕎麦屋さんがあったと思うんですけども、今回はね、そのお蕎麦屋さんが休みということで、ちょっと違うお店に行ってみました。蕎麦だね。行ってみましょう。はい、ゴー。じゃじゃん。禅寺蕎麦。はい。なんかいい雰囲気ですよね。なんかね。めちゃくちゃ目が引いた。目を引いた。目を引いたね。この禅寺蕎麦に来ました。はい。中の雰囲気もいいんですよね。あ、いろりみたいな。そうですよ。へえ、すごい、なんていうのか、味があるね。そうなんですよね。落ち着くお店でした。この禅寺そば来ました。生わさび付き。そうなんです。さすが修善寺。はい、お願いします。US開票タメから3つに分かれます。一番上、ここにお蕎麦のおつゆ入ってます。手前のチョコね、からなんて、まず上を外したら、はい、これコルク外しておつゆ全部移し替えてください、はい、これだけちょっと気をつけてください。あとごま薬味ですから、おろしてそのおつゆの中一緒に入れてください、はい、2段目山菜は味付きです。そのまま食べてもいいですし、おつゆで冷や山菜にしても、こちらはお好みで。で、一番下、はい、とろろそばです。中におそばもおつゆも入っているので、最初によく混ぜてからお召し上がりください、はい。わさびはおろしてお使いいただいても、お皿のサービス使って、生わさびの方そのままお土産と持ち帰りしてもビニール用意してあります。おろしぎにお土産じゃないですのでね、はい、でこちらでおろしてお使いになるようでしたら、生わさび茎側から下に向かっておろした方が美味しいんですよ。上に旨味香りがあるんで、使えるようにここにカット入ってますから、ちょっとポキーって折って、こっちからこう下に向かって、はい、こっちからの方がいいですか。はい、上がね、旨味香り、下辛味だけなので、ここで召し上がりになるようでしたら折って使ってください。お家でしたら全部ね、折っちゃう、あのおろしちゃうんでね、あの下からでも大丈夫なんですけど。はい、ということで、来ました。すごい立派、説明がね、すごく理由ちゃんでびっくりしました、はい、これ全部でなんですよね、これで1300円でしょ。そう、安いよ。ですよね。安いと思った。で、このごまがついてきて、このごまをすごいつけて。まさにね。そうなんですよ。いっぱい知ってるね。そう、いつもね、このごま入れるの好きで。ちょっと入れるんですけど、いっぱい入ってます。まずは何もつけず。あ、そうか。そばだけ。そばの風味を楽しむと。で、そこでこう、今度はわさび。わさびね。すごい美味しそうなわさびだね。これしっかりしたそばでしたね。なんかすごく打ち立てというか美味しそうだね。そうですね。太さも結構なんていうかな、あのしっかりしてるね。そうなんですよ。うまかったです。いやすごいね、美味しそうだよ。でこのあと薬味、これまあいろいろあるんですけども、これ全部入れて、これいろいろね、こう味を付け足しながら、食べていくっていうのがいいですよね。楽しいですよね。で、この山菜、それとトロ、すごいね。これにも蕎麦が入ってますね。これね、あの卵を入れるか入れないかっていうのを事前に聞かれました。あ、そうなんだ。なしバージョンもあるね。そうです。あの人によってはね、入れない方がいい人もいるらしく。なるほど。これまた美味しそうだね。自分結構ね、このネバッとしてるこのトロロとか苦手なんですけど、でもうまかったですよ。どっちかというと普通のやつよりこっちの方がちょっとうまいかなと思う。でこの山菜なんですけど、美味しそうだね。よくこれあるじゃないですか、お土産とか。あるあるある。そう、これはうまかったです。そうなんだ。私も歯ごたえがすごい。シャキシャキしてる。色も鮮やかでね。で、これをそばと混ぜて食べたりとか。で、このわさび。あ、茎かな。はい。あー、美味しそう。わさび漬けみたいな。そうですね。若干ちょっと甘めで。これわさびもすごく楽しめるっていうのもいいね。そうですね。これあっという間でしたね。でも、あの、わさびは持って帰ってもいいってことなので。あ、そうなのね。はい、ごちそうさまでした。あ
れはね、うん、まあ男性ももちろんだけど、はい、女性の方めちゃくちゃ喜ぶと思うよ、うん、そんな感じでしたね。ねえ、うん、お土産があれついてくるってことでしょ。そうで袋もね用意されてて、あの葉っぱは葉っぱで、うん、あのお浸しにするとか、うん、なんかこういろいろ教えてもらえてよかったですね。やっぱりね、なんかあの修善寺方面行くときに山の中通るじゃない、うん、はい、で途中でこうわさび畑っていうの、はいはいはい、あの水がこう降りてきて、はい、あれをこう見たりするから、うん、やっぱりこの辺美味しいわさびが取れるのかなと思いながらいつも見てた記憶が蘇りましたね、うんうん、確かに。でも、うん、このお蕎麦もそうだし、あと山菜、うん、そうね、私なんかあのお土産の山菜って実はちょっと苦手なんですけど、うん、あ、自分も苦手なんです、苦手、うん、味付けが、あ、そうそう、分かる分かる、何とも言えない、うん、だけどこれね、うん、普通こうあのお土産のやつって柔らかいじゃないですか、もっとふにゃふにゃしてて、だし、うん、だけが来るみたいな感じなんだけど、うん、これはそうじゃなくて、うん、歯応えがすごかったんですよ。山菜って歯応えがすごく、なんていうんですか、魅力じゃないですか。うんうん、なんかそんな感じでしたね。鮮度が。まあ、ということでね、うん、あの、普段はいつも3人で行くって言ったら、うん、お店も決まってるんですけども、うん、なんか、あの、他にもね、結構蕎麦屋が、ひしめいてるんで、うん、またなんか違うお店も行ってみたいなと思いましたね。うん、なんか全然違うんで。なんかそんな感じがする、うんうん、お店ごとにね、そうですね、個性があったりしてね。あとね、わさびソフトっていうのもあって、うん、それがたまたまその時は休みだったんですけども、ぜひね、そっちの方も食べてみたいなと、うん、そうね、思いました、うん、はい。あとね、しいたけ屋さんがあって、しいたけだけ売ってるお店とか、魅力的な感じでしたよ。めっちゃ山の幸で、そうです、うん、生計を立てていた感じってことで、そうですね、そうですね、そうです。はい、ということで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。